ルトン語学の教則です。最新1112話が公開されました。いろんなシーンが同時進行してますけど、その中の大きな流れとしてエッグヘッドから脱出が進んでます。この脱出に関してややこしいところを整理しながらコンパクトに考察していきます。脱出するために必要なことは2つで、フロンティアドームの解除とサニー号を海に着水させることの2つです。フロンティアドームの解除は司令室からしかできないらしくて、ストゥーシーが残ってそれをすることを決意したようです。ストゥーシーの心情はほとんど書かれてませんけど、身を挺してベガパンクを守ったところを見ると、ベガパンクに対して相当な恩を感じていることがわかります。だから今回の脱出においても、麦わらの一味同行よりもベガパンク側への忠誠で働いてる。簡単な治療はしてるものの、立ってるのもやっとに見える重症で命も危険やから、バリアの解除を自ら志願したんでしょう。で、もう一つがサニー号を海に着水させること。メガフォースワンも壊されて、クードバーストだけでは 100% 地面に落ちる。そんな状況で動いたのがエジソン。今までほとんど目立つところがなかったとも言えるエジソンがついに動きました。フロンティアドームに突っ込んで地上に飛び降りていきました。エジソンは一体どういう方法で海への着水を達成させるつもりなのか。僕はこのワインボトルが重要だと思ってます。外観的には巨大なワインボトルですけど、これは島雲を発生させてる装置で、すごい化学力が詰まったもの。このワインボトルを操作することで、ラボフェーズごと着水させられるんじゃないでしょうか。雲の量を減らしたり増やしたり、噴出する角度を調節したりとか、この繋がってる雲の部分を動かしてラボフェーズごと海に持っていく。そこからクードバーストで飛べば余裕で着水できそうです。じゃあここで疑問になるのは、そんなことができるなら、なぜ最初からやらないのっていう話です。それはシンプルにリスクを伴う最終手段だから。今回ラボフェーズの具体的な構造が明らかになりました。その中にはパワープラント兵器開発フロア、高圧ガスシリンダーと爆発の危険がある箇所が多くある。単純に今までの開発品とか価値のあるデータも保存されてるでしょう。それを失うリスクと、そもそも成功するかわからない方法なので、最後の最後まで避けてた。けどバスターコールでぐっちゃぐちゃやし、もう手段は選んでられへんし、もうやってまえってことなのかなと考えていける。とにかくエジソンは根性論で起こす奇跡よりも科学の力で脱出に導こうとしている。それが地上に降りないとできないこと、あのファビリオフェーズに降りないとできないことなら、島雲の操作が一つの可能性としてあり得るんじゃないかって話です。というかそれ以外に脱出につながる方法ってなんかありますかね。妄想でも何でもいいんで、思いついたらコメントで教えてほしいです。あれで空島編でジャイアントジャックごと傾けて目的地にたどり着いた時のようにラボフェーズごと傾ける。プラスエニエスロビーバリのクードバーストで脱出成功。エッグヘッドの一部は大爆発。で、もう一つ似たような展開が考えられるなら、この動画とかいろんな動画で話しているように、パンクレコーズとワノ国鬼ヶ島のリンクです。パンクレコーズは脳みその格納庫、要は頭蓋骨。鬼ヶ島はそのまま頭蓋骨で、右脳島とか左脳島とか脳の要素もある。そんな鬼ヶ島はホムラ雲で浮いてたし、それが移動することが大きな展開でした。だから同じく雲で浮いてるパンクレコーズも移動するんじゃないっていう予想ですね。エッグヘッド編はなんかシャボンディなのかウォーターセブンなのか空島なのか特定できないほど似た展開が起きてるんで、どの章の比重が大きいかはさすがに読めないんですけど、空島バスターコール鬼ヶ島、このあたりのラストシーンと似た展開が濃厚になるんかなと思います。最新話で出航させるなぁと書かれたコマで同時に映されてたことも、このワインボトルが脱出のキーですっていう伏線になってるのかもしれません。ちなみにエジソンといえば、もちろんトーマス・エジソンのことやと思うんですけど、エジソンの三大発明ってものがあります。それは白熱電球、蓄音機、キネトスコープ。発明を思いついた時に白熱電球と共にセリフが書かれたり、ベガパンク自身も電球みたいな頭と言われてました。あとは蓄音機、音を録音して再生できる機械。それとキネトスコープ。簡単に言うと、現代の映画にもつながる基本技術を備えている初期の映画鑑賞装置。この音の録音再生、
かつ映像技術の発明をしたのがエジソンなんで、この最近完成したという配信電電虫を開発したのはエジソンっていう裏設定があるんじゃないかなと思います。だからこそ記録映像の中にエジソンは映ってなくて、収録側、カメラの手前側で技術者として動いてるんだと思います。フィルムレッドで使われたものとも同じで、この時の設定では試作品となってました。あくまで映画はパラレルワールドだと思いますけど、その試作品が最近完成したようですね。ここにはベガパンクの試作品と書かれてますが、まあエジソンももちろんベガパンクなんで、これはエジソンが中心なのかもって話です。トーマス・エジソン自身が初めて蓄音機に向けて発した言葉は、ハローと言われてます。今配信されている映像もおそらく初めての収録で、それも最初はハローワールドという内容からスタートしているのも繋がっていると思います。さらにもう一つ踏み込んで考えると、もしかしてあの配信電電虫は、空島のダイヤルを元にして開発されたんじゃないでしょうか。野生の電電虫にダイヤルの機能を備え付けたのが配信電電虫。これを考えると面白くて、っていうのもダイヤルにはいろんな種類があって形も様々でした。インパクトダイヤルは平らな渦巻き型、ジェットダイヤルとかアックスダイヤルも似た形、ブレスダイヤルはアンモナイト的な巻き貝型、ミルキーダイヤルは貝貝とかを引き伸ばした感じ、細長い感じ、そんないろんな形がある中、音を録音再生できるトーンダイヤルは三角形、配信電電虫も三角形の渦貝型になってるのは偶然と思えません。正解では珍しいダイヤルをそのまま使ってるのか、そこから着想を得たのか分かりませんけど、関係しているのは確実かなと思います。ソップがダイヤルを使ってクリマタクトを改良したイメージと同じです。で、これを踏まえて、まあ余談的に聞いてほしいんですけど、三角形の渦型のトーンダイヤルといえば、ブルックのところでスリラーバークの最後に収録されたリンクスの酒が流されました。その大事なトーンダイヤルを封印したのも頭の中でした。要は脳みその位置、パンクレコーズという脳みその格納庫にも三角形の渦がある。じゃあベガパンクが届けるメッセージはリンクスの酒とリンクするんじゃないでしょうか。これはまだ深掘りしてないんですけど、ああいう歌い継がれるものには真のメッセージがありがちで、あの歌にも世界の真実につながるメッセージが込められてる可能性ですね。だからベガパンクのメッセージがもし公開されたら、実はビンクスの酒のヒントになってるかもしれんみたいな。これ掘れたら掘ります。ちょっと短いけど今回以上です。よいしょ。